どうもライオンです。ちょっと今カメラ手持ちですいません最近ね涼しくなってきたんで、また野外でのプラモデル撮影とかをねやろうかなと思ってて、今日はね、そんな時間もないんで、このポンと置いてすぐ写真撮れる、ね、ポージングとかのないこのワイルドミニオンクね、ジャガーノートで、撮影してこようかなと思います。ミニ四駆いろいろね、ライキリのね、レーサーミニ四駆の方をね、改造とかしてるんですけども、ちょっとこう走らせるとかね、レースをするっていうのにはちょっとまだまだ今年は、難しいということでですね、いい季節にやってきたのでワイルドミニ四駆で遊ぼうかなと思います。お店仕事終わってからなんで、日が暮れるまでの時間が心配ですが、ちょっと急いで行ってこようと思います。場所はいつものね、近くの公園、奈良公園です。観光客の方とかね増えてきたんで、撮影するポイントもあるかどうか、とりあえずねちょっと見てこようと思います。すっごいいます。鹿がもはやナイトサファリいや、秋は日が暮れるのが早いから、お店終わってからちょっと一旦じゃあ全然暗くて撮影できませんでした。涼しくていい季節なんですけどね。しかしここほんと鹿がすごいよ。あ、逃げられる映ってるかな、映ってないな。あの辺の明るいのとかだったら見える。もう全然プラモ撮影とかそんな空気ではありませんでした。はい、逃げちゃうな。行くと逃げちゃうか。はい、ちっちゃな子供の鹿とかいるからね、あんまり刺激しないようにしましょうかね。帰り道向こうなんですけど、こっちから帰るとします。かなり鹿をかき分けて帰らなきゃいけないような状況になっちゃったんで、ではまた会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。